はようございます。おはよう。今日7、8時間目行くねって待ってます。7、8時間目大阪まで進んだ。え、結構早い。あ、でも5時からか。え、寒いよね今日。私朝起きてね、一発目に思ったことが寒だもん。寒かった。寒いから急いで上着を羽織ったんですよ。これ下がね普通に服なんですけど、寒いからモコモコ上に来たんです。急遽寒ってなった。布団から出たら寒い。なんでだ、雨なの。へー、暖房つけてる。マジ暖房はつけてないけど。ね、布団の中、布団の中あったかい。どの上着持ってこ。もう広島はさ、上着とか着ないんだよね。もう うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。みきやさんもありがとうございます。ね、だからどれ、どの上着持ってこってもね。これじゃ寒いよね。朝ごはんはね、食べました。今日私はね、9時15分に起きたんです。13分か。13分。タコ、19度なので半袖です。私も19度だよ。でも全然寒い、全然寒い。朝起きて布団を出た瞬間寒って思ったもん。布団の中があったかいからかな。寒すぎてびっくりしたもんね。え、みたいな。でも今から暖房つけてもさ、そんなだしさ、暖房がめっちゃ効いた頃には消さなきゃいけないし。おはよう。おはよう。
最近暑かったからね。たけるくん、くま、ありがとうございます。体調気をつけてね。元気です。おはようございます。ね、でも朝そんな早くない、そんな早くないから、リアさん、ハート。眠いよね。でも起きた瞬間って眠いよね。しばらくしたらもう全然目覚めるけど。おきさん、中村さん、篠野さん、すごいドラさんさんが揃ったじゃん。みきやさん、タコ、ありがとうございます。まだ眠いよね。そうなんよね。まあ移動中にね、時間があるから。3時？これから向かうのって。そうだよ、そうしかないじゃん。まだ家。おはよう。移動中はね、でもご飯食べようって思ってる。昼ご飯。いや、何食べようかな。テンション上がる食べ物。でも私はね、スタバとかなんですよね、テンション上がる。昨日飲んだから今日はちょっと。おはよう。ヤコーラフラペチーノは飲んでないです。新作はね、光らないと飲まない。来月初めてお話しする。お、あと1ヶ月くらいだね。寿司とか肉ある？そんな寿司か、寿司ならありそう。迷うな。結構時間あるからさ、ゆっくり食べれるし、お腹すくだろうから、がっつり弁当を。かなーって、武蔵にしようかな。紙があるって何？千葉の名物。確かにあんまり聞いたことない、ディズニーしか。なんだろう、牡蠣。
落花生ビワ、へえ。デカ男のリハーサルまだやってないですよ、何もやってない。あ、なしね、確かに。ふなっしー、ふなばし、ふなばしし、おはよう、おはよう。ぬれせんべい、へえ、ぬれおかきみたいな。3期生はまだ会ってないですね。ふなっしー好きだったんだよね、一時期、中学生の時めっちゃ好きだった。ふなっしー、ふなっしー4月入ってめっちゃレッスンあるっすね。4月はお休みがなかった。4月の上旬毎日、まだ始まってないからね。4月はお休みがない。上旬が10、11、12も予定入ってる。13が福田さんの生誕で、14も予定入ってて、15、16がお話し会だっけ、そんぐらいだったよね。だから16ぐらいまで休みない。4月の休みは17です。おはよう。ね、多分17が休みだと思ってる。どうなんだろう、17。大変だね。でもそろそろタウン情報のネタがないから早く帰らないと愛媛に。1月ぐらいなんですよね、ちゃんと帰ったのが。実家珍しいよね。2ヶ月ちょい3ヶ月ぐらい帰らんことになる。1月が最後ですね。2月のあのバレンタインの日にちょっと帰ったやつは休むために帰ったからどこにも出かけてないので、1月から開拓してないから2ヶ月ぐらい。しばらく、そうだね。でも次のマジ紹介するところがないからどうしようって感じ。今月の提出もめっちゃ絞り出したんですよ、フォルダーから、カメラフォルダーから。ミキヤさん、タコありがとうございます。
よ。それは感じます。今月だよ、今出したから5月号かなが結構絞り出した。ホルダーにあった。え、前回は結構良かったくない？新しいお店も行ってたくない？ナポリタンとかでしょ。わざわざ、それは行ったやつ、わざわざっていうか。でも今回提出したやつは行ってなくて、わざわざフォルダーから、まあフォルダー探したらあるっちゃあるんだけど。ね、まあ最悪帰れんくても日帰りで愛媛に行ってもいいや。情報を集め、でも一日でねめっちゃ回らんといかんから、たくさん食べなきゃいけない。一回やったんだよね、日帰りでその提出するところがなくて 3,4 軒回って。8時のおはようが待ち遠しい。今日もしたよ、電波時計で待ってるからさ、結構8時ジャスト。日帰り愛媛は全然きつくない。愛媛はね2時間半ぐらいで行けるから全然。まあ朝出て、そうですね、8時とかに出て夜は10時ぐらいに帰ってくる。そう、東京の日帰りも余裕だからさ、愛媛なんて楽勝ですよ。おはようございます。そう、船ね、スーパージェットとかならもっと早い。まあスーパージェットは使わないけど、そんな急がなくてもいいから。ゆうぴょんさん、かわいいギフトありがとうございます。隣県、隣の県やけんねって。おはよう。朝早くて夜遅いのが多い。長いってこと、お仕事忙しいね。愛媛ちゃんやってこうかな。いいじゃん、尾道。愛媛空港あるよ。空港ないところもあるのか。愛媛ある。おはよう。おはよう。ヤスルパンさん、タコありがとうございます。ゴルフ前半終了しました。早いね、すごい朝早くからやってたんだね。埼玉ないの意外。眠眠です。眠眠にゃんこ。
愛媛だと新幹線、愛媛新幹線ないんですよね。愛媛はない新幹線。おはよう、少ないですがよろしくねって。少ないのか。おはよう。久しぶりにユキリカのアバターゲットできました。やったね。鍋、お腹すいたよね。おはようメール送らなきゃ。太鼓番長とデートしたい？太鼓デート？ね、なんかあんま喋らずにぼーってしてたら眠くなる。おはよう。太鼓デートは太鼓を常に持ち歩くデートです。で、嬉しかったら太鼓で太鼓を鳴らす。嬉しい太鼓デートね。なんかまったりしてたら眠くなる。寝起きですから。アーナ、私もカプセル後で投げようと。太鼓叩けば目が覚めるね。なんや。タカ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 ン。寝たらダメですね。とりあえず集合場所まで行かないと。集合場所まで行ったら寝る時間があるからさ、移動で。メイクしなきゃだけど。ペイペイ昨日3棟2階だった。え、なんか当たるときめっちゃ当たるよね。私数日前3回当たったんですよ、ペイペイ連続で。こんな当たりいいなと思って。3回も当たることあるんだと思って。はじめまして、おはようございます。しかも割とね、額が大きいときだから嬉しい。60円とか返ってくる。新幹線でメイクしたことあるよ。あの到着までに完成させなきゃだから、その移動中の時間を使ってね。関東寒いらしいですね。大変だ。今日のコーデのテーマは、おしゃん。ミキヤさん、タコ。ありがとうございます。新幹線どこでメイクするの？席です。その場です。寒いんご。そう、昨日のパーカーもおしゃん、そんな感じのおしゃんです。なんかわいいアバター見つけた。
ピンクの丸い目がビエンナ、口がニコリ。サルトビニザヤモンさん、桜をありがとうございます。カメ持ってかないよ、絶対いらない持ってかないよ。ランドセルからカメキチの首だけ出てる。そう、太鼓入ってないよ。朝はやっぱ時間経つのまったりだ、まったりだね。まだ27分しか経ってない。もっと経ったかと思った。1時間経つの長いね。あと2倍。まったり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 。28分。浮遊物さん、かわいいギフトありがとうございます。京都まで来た。お、進んでるね。ポスターって何？うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。はじめまして、すごくかわいいです、ありがとうございます。寝起きです。明日幕張？お、明日だけ？ワイも太鼓欲しくなってきた。もって何？ワイもって。剣取ってなかった。へえ。明日の剣はあるってこと？グループお話し会とか？明日行けないので今日楽しみます。楽しみます。はい。楽しますって。10時。無料カプセルギフトはチャレンジからもらえますよ。こんにちは。ミニライブの券持ってる。グループお話し会はあれどうなんだろう。どうやって参加するんだろう。何時まで？一応10時半まではできるんですけど、まあタイミングを見て終わります。おはよう。あ、当日買うんだ。へえ。今日もゆきりかさんのアバターでない。ありゃ。準備はまだ何もしてないですけど、準備ってマジで何もないから
行く寸前にカバン出してメイクポーチとか詰めるだけなんで、行く寸前にする。おはようございます。そう、早いよ、マジ5分もかかんないから。櫛とドライヤー、櫛は持ってくけどドライヤー持ってかない。ヘアアイロンは持ってるけど。当日券、そう、明日のは当日券で行けますね。グループお話し会とか。え、荷造りは終わってないって、だから何もしてないって。5分でできるから、行く前に。おはよう。ね、だってヘアアイロンとか朝使うけんさ、詰めれんやん。まだメイクポーチもさ、朝使うかもだから詰めれんしさ、持っていくほとんどがまだ詰めれんってやつがあるから、行く直前に詰める。充電器もまだ詰めれんでしょ、前日な感じで。まだ詰めれんってのが多すぎて、全部終わった後に、配信終わった後にパッて詰めていく。まだ詰めれんのよね、前日のあれで。朝使うし、ね、必要なもの、メイクポーチとかさ、そういうなんだけど、メイクポーチも朝使うじゃん。だからまだ詰めれないんだよ。こんにちは。決まってるよ。キャリーとか持ってかないよ、普通にいつものレッスンバッグ。そんな荷物じゃないからね。レッスンバッグみたいなんで行きます。これはメイクポーチ。こんにちは。そう、こんにちはに変わったね。おはようから10時から変わるんかな。こんにちは。キャリーとか持ってくる人いないよ。なんかみんな荷物少なくて、最初ね一泊するってなったら私も結構大荷物だったんですけど、先輩とかマジで小さくて、葵さんとかも小さなこんぐらいのリュック、ミニリュック、こんなをちょっと背負っとるだけとか。みんな小さいからね、どんどん小さくなって、慣れてきたら小さくなる。キャリーでも一泊でキャリーなんか持ってこない、誰も。キャリーとかね、持ち運びが大変だしね、移動するとき、ね、だから頑張って詰める。だからレッスンバッグ結構大きいんで余裕ですよ、これぐらいあったら。服も全然入るし、だいたいねバッグ1個です。ちょっと大きめのバッグ1個って感じか。リュック、普通にリュックでも結構入るじゃん、一泊なら。だからそんな感じです。
よう。じゃあ15分ぐらいに終わろうかな、配信。2、3泊するってなったらちょっと大きいリュックにする。キャリーは持ってかない、本当に移動が大変になるから。3泊でも大きいリュック。明日は衣装ですよね。そうですよね。私服だったら面白いけどね。逆にミニライブ。夜はね、わかんないね。何時に着くかはわかんないから、まあちょっとはできそうだけど遅いですよ、ね、早くても10時半とかかな、一番早くて。タンポポ衣装ね、あれは今年の衣装だったんですけど、毎年変わるんですよね、制服。タンポポ衣装は今年で終わり。夜配信できない可能性もあるのに今してる。そう、正解。夜余裕があったら今はね、やらないけど。ピンクはないでしょ、 STU。イメージカラー水色だからね。今年は黄色だったけど、ピンクは絶対ないよ。ハート、ありがとうございます。ザンボリミッキーってあったくない、コメントに読んだ。ザンボリミッキー、5月のイベントは新衣装来そう。確かに毎年変わるからね、あれ。4月ぐらいに新年度後でおはようツイート返信しますって待ってます。この後ね、おはようメール送るんで。おはようメールは9時からだからね。ゆきさんどっち、白じゃない、アンナちゃんだから。待ってまーす。合わせてチェックしますって。おはようツイートまだチェックしてないの。おはようメールまだだよね、だから9時からなんだって。9時半から配信、9時ねしたから、ね、9時15分ぐらいに起きて9時半から配信を回したから、送るタイミングを逃してしまった。じゃあそろそろ壇上を読みます。13位、くにさん、
12位ミシュランさん11位トマットさん10位土踏みさん9位ゴーンさん8位ダルマルマンさん7位ミキヤさん6位アキアンさん5位ヤスルパンさん4位理化学研究所さん3位スシリカのことがウキウキなタケルくん2位ダイダイさん1位ウドムさん、ありがとうございました。ということでね、この後じゃあおはようメールも送るので見てくださいね。返信も待ってます。ということで幕張でお会いしましょう。見てくださる方はよし準備するか、眠いな寝ちゃおうかな。ってことでありがとうございました。待ってます。